岡山電鉄東山線西大寺町電停に来ています。近くには表町商店街もあります。表町商店街の周囲でもいくつか再開発があるんですよね。岡山駅から路面電車、東山線と世紀橋線が通っています。岡山駅前から路面電車で少し移動した場所に表町商店街があります。今回は商店街周辺、こちらの4カ所を見ていきたいと思います。西大寺町電停から浄化筋という道路を南下します。表町商店街の一番南端で行われている再開発です。木下サーカス、千日前プールなど、いろんな建物や駐車場の跡地を一体的に開発します。地上20階、高さ 83.692m の高層ビルが建ちます。住宅、オフィス、ホール、店舗などの複合ビルとなります。浄化筋を挟んで東側から見ています。岡山芸術創造劇場、晴れの輪という名称になります。ホール部分を横から見ています。左がホール棟、右側がオフィス住宅などからなる事業棟です。そして開発地の南側は東山通りという大きな通りが通っています。開発地を東山通りを挟んで南側から見ています。ホール棟は東西の2つに分かれていて、このように低層部でつながっています。南西側から見た完成イメージです。ホール棟があり、その北側に事業棟となっています。ホール棟は大ホール、中ホール、劇場、大スタジオ、楽屋、練習室などから構成されています。建設地を南西側から見ています。一方、事業棟は、低中層部は練習室、オフィス、店舗など、高層部はライオンズタワー、岡山千日前というマンションになります。で、こちらの道路上に商店街のアーケードがあったんですが、撤去されていますね。東山線だけではなくて、世紀橋線を利用可能な便利な立地となっています。2023年2月竣工予定です。世紀橋線沿い、三丁目劇場跡地などの再開発です。吉本三丁目劇場は1999年開業、2005年までは吉本興業による劇場でした。その後、岡山市運営権譲渡、三丁目劇場として営業していましたが、2013年3月に閉館しました。すぐ北側には表町商店街のアーケードです。最寄りは世紀橋線の新西大寺町筋電停です。道路を横断して三丁目劇場を近くから見てみましょう。三丁目劇場およびその周辺を含めた約4000平米の場所に地上24階建ての高層マンションを建設します。こちらが建物の完成イメージです。1999年築とのことですが、まあまあ年季を感じますね。三丁目劇場をアーケード側から見ています。先ほど紹介した再開発のイメージが商店街内に掲げてありますね。低層階は店舗や事務所など、4から24階がマンションとなります。三丁目劇場の奥はパン屋や喫茶店などのお店が並んでいます。三丁目劇場以外も開発に入るとのことですが、どこが開発に入るのかは調べても見つからなかったんですよね。2022年度に着工して2024年度竣工予定です。2023
2016年に開院した川崎医科大学総合医療センターが建っています。この近くに川崎医科大学高齢者医療センター、川崎医療短期大学の校舎を建設する再開発です。総合医療センターは地上15階、高さ約70メートルの大型病院となっています。新設される2棟と合わせて川崎学園岡山キャンパスとなります。こちらが今年4月新設の川崎医療短期大学校舎棟です。南側からです。出来たてほやほやの校舎でもう授業を開始しているようです。南側の道路を挟んで挟む向かい側がさっき見た川崎医科大学総合医療センターです。川崎医療短期大学は1973年設置の私立大学、倉敷市松島にありましたが今年4月にこちらに移転しました。体育館など一部機能は倉敷に残っています。このチャンネルでは鉄道新設、新駅、駅前再開発などを見ています。興味がある方はチャンネル登録をお願いします。一方で川崎医科大学の方は倉敷に残ってるんですよね。最寄りは田町電停です。岡山最大の歓楽街としても有名ですね。短大の校舎棟を西側から見ています。そしてその隣で建設中なのが川崎医科大学高齢者医療センターです。まだ囲いの外からは建物は見えないですが、公式によると規則対工事が行われたようです。こちらが高齢者医療センターと短大の新校舎を合わせたイメージです。すぐ北側には NTT の岡山支社や岡山中央郵便局があります。そしてさらに北側にはクレド岡山という商業やオフィスの高層ビルが建っています。駅前だけではなくて少し離れた表町や田町でも結構栄えているのが岡山市なんですよ。最後に建設地を裏側から見ています。川崎医科大学附属川崎病院の跡地に建設中です。高齢者医療センターは2023年9月開業予定です。先ほどの建設地からさらに北上して柳川交差点にやってきました。岡山駅前から出ている大通りの桃太郎通りと交差します。交差点の北西側にはこのような高層ツインマンションが建っています。そして交差点の北東側が今回の開発地となっています。このような中小のビルが建っているエリアを再開発します。地上6階商業総合施設などからなる西棟、地上19階高さ 71.6 メートル、住宅商業業務施設などからなる東棟、以上2つの棟が建設されます。交差点の角にあるこちらの中小のビルを再開発します。でその中小のビルと解体中の岡山県開発公社ビル付近が東棟となります。そして西棟になるのはこの辺りです。大井の中に小さなビルが仕事をありました。少し前の動画になりますが、岡山駅前の再開発についても動画をアップしています。こちらの動画を概要欄のリンクからご覧ください。そして西と東棟の境界付近です。両者は連絡通路で結ばれるようです。柳川交差点の周辺にはグレースタワー以外にも高層マンションがいくつかあり、一大高層のエリアとなっていきますね。路地に入って区画を別角度からも見てみましょう。同じ区画の北東側は開発の対象外です。この辺りは小さなビルが密集しているエリアが多くて、今後も一体的な再開発の話が出てくるかもしれないですね。区画を北東側から見ています。こちらのスタンプ屋さんと周りの駐車場が対象外なわけですね。白い囲いで開発地とその他が明確に区別されています。最後に解体中の岡山県開発公社ビルの裏側です。解体完了後2022年度着工、2024年度竣工予定です。
岡山駅前だけではなくて、路面電車沿いでも多数の再開発が行われている岡山市となっています。ご視聴ありがとうございました。